はい、一旦ボ、営業キャストしました、営業投げて、とりあえず今そこまでつけています。で、しゃくり方の基本パターンというのが、まあ、いくつかあるんですけども、二段しゃくりで、まあ、簡単にショートピッチジャークで、あとはもうあのスラックジャークっていう3種類がまあ主に今使われているやつなんですけども、とりあえず、オーソドックスな二段しゃくりライン付けを取って1回上げます。そしてもう1回大きく上げます。1回チョンって液を動かして、その後に大きく動かして、パンパンっていう風に、液の形、液はこう1回目のしゃくりでちょっと上がってでパンって上がる。まあ、液っていうのはもともとエビをイメージした、型になってます、ルアーになってますんで、エビがこの地面からパンパンって逃げるような感じっていうのを、まあ、二段しゃくりでイメージしています。